今回ね、Android 端末をね、なくしてしまったときに、まあ、どうしたらいいかっていうのをね、紹介したいと思います。まあ、以前にですね、Android 端末が、まあ、盗まれてしまったときにね、どういう感じになるかというのをね、動画で紹介させてもらいました。まあ、Android 端末はですね、Google アカウントからログアウトしない状態で初期化をしてもですね、次にね、起動したときに、その以前入れていた Google アカウントを、まあ、確認されるということで、なかなかですね、まあ、こう、拾った Android 端末を初期化して、まあ、例えばね、自分で使おうとか、メルカリで売っ払っちゃおうとかね、なかなかそういうことがまあ難しいですよというようなね、ことを前紹介させていただきました。今回はですね、まあ、なくした時にね、どうしたらいいかというようなね、ことで紹介していきたいと思います。ですね、まあ一応今ね、2台用意しています。まあ一応こちら側のね、まあこれ Zenfone Live L1 ですけども、こちらを一応なくした端末とします。で、こちらがね、もう1台の、まあ、探す方の端末。で、この端末はですね、もちろん自分のサブ、例えばサブ端末であれば、サブ端末でもいいですし、別に他人の端末でもいいんですね。なので、まあ、借りやすいといえば、あの家族のね、例えば、まあ、奥さんのものを借りたりとか、まあ、子供のね、端末を借りたりとか、まあ、そういうような形で、他人の端末でも別に構わないです。で、自分の Google アカウントが入ってなくても別に、だからいいんですね。他人の端末なんで。で、こちらはまあ自分のね、アカウントが入ってるとします。で、今は、これは別々のね、アカウントになって、まあ、今言う他人の端末ということを想定してますので、一応こちら側に入っている Google アカウントと、こっちに入っている Google アカウントは別のものになっています。で、一応ね、今回これはなくなったと。まあ、紛失した、どっか行っちゃったということになったら、まずはですね、こちらの、まあ、端末をね、まあ、借りますね。子供からじゃあ端末借りて、このね、端末を探すっていうアプリがあります。で、まあ、これはね、入ってる端末もあるし、もしかしたら最初から入ってないね、Android 端末もあるかもしれませんので、まあ、なければ、まあ、Google Play Store から普通にね、ダウンロードすることができますので、まずはね、これをダウンロードしてください。で、あとはね、今、これスマートフォン使ってますけど、実際はパソコンから、ウェブブラウザからも同じようなね、ことができますので、まあ、自宅であればですね、まあ、パソコンから探すっていうね、方法もありますけれども、まあ、今回は一応スマートフォンで探す方法をね、紹介していきたいと思います。はい、ということで、まずね、この端末を探すというアプリをインストールして、これをね、起動します。はい、そうするとね、端末を探すということが出て、ここにね、今、Google アカウントが出ています。ただ、この Google アカウントは、今言うね、借りた人の端末の Google アカウントが表示されているので、今回は、人から借りてね、自分の端末を探すので、ここにね、ゲストとしてログインというね、ところがありますので、ここをタップします。はい、そうするとですね、ここでログイン画面が出るので、ここで自分がなくした端末に登録してある Google アカウントを入れてください。はい、Google アカウントを入れると、ここにね、端末が出てきます。で、すぐね、こちら側にね、通知が来ました。デバイスを探す、ここですね。デバイスを探すによって、このデバイスが場所を特定されましたということで、こちらの方にはね、すでにあの地図上、地図がね、Google マップが出ていて、この端末がいる場所がね、ここに出ています。まあ、ですので、こうやってね、端末の場所をまず、Google マップのね、地図上で探すことができます。もちろん、こちら側の位置情報がね、オンになっていなければ、当然ね、場所が特定できないのでダメなんですけども、一応こちら側の端末が、まあ、電源がね、入っているということと、あと通信ができるということと、あと、まあ、GPS とかがね、オンになっていて、位置情報が、まあ、使える状況に、ね、なっていれば、こちら側に今ね、ここに地図が出て、もう場所がね、これで、まあ、例えば落としたんであれば、ここにあるよっていうのがね、分かるようになっています。で、これ便利な機能なんで、例えばお子さんがね、ちょっとどっか行っちゃったと言いますかね、なかなか帰りが遅くてどこにいるか分かんない、連絡もつかないっていうような時であれば、このね、端末を探すことによって、まあ、お子さんが持っている端末の場所を特定することができますので、まあ、単純にね、端末を紛失したとかね、そういう時以外にも、まあ、お子さんの居場所をね、調べるというようなね、ことに使える機能でもあります。で、実際今回、まあ、なくしたということなので、で、ここにね、バッテリーの表示とか、まあ、今これ Wi-Fi つながってるんで、Wi-Fi、どこの Wi-Fi につながってるかとかっていうのが出ていますね。で、ここに端末の名前が出ています。それで、まあ、単純に、その、このね、今、自分の家にいるんだけども、場所がわからないっていうんであれば、例えばこれ音を鳴らすっていうのがあります。例えば、この地図でね、見たら、あれ自分ちうちにあるじゃんと。うちのね、この位置情報で言うと、うちにあるじゃん。だけど、どこにあるかわからない。そういう時は、このね、音を鳴らすっていう機能がありますので、これをとりあえずやってみますね。はい、こんな感じでね、音が鳴っています。はい、こんな感じで、
例えば場所は分かったんだけれども、実際ね、落としてるっていうことになると、どっか見えないところに、ね、入ってる場合がありますので、そういう時にこの音を鳴らして、まあ、音でね、音を頼りに端末を探すということができます。で、あとはですね、端末の保護っていうのがありますね。ここにね、2番目。はい。これパスワードね。端末に画面ロックが設定されていません。端末を保護するパスワードを入力してくださいということで、これはね、今、ロックしてないんですね。全然ロックしてない状態なので、まあ、今、スマートフォンにロックしない人っていうのも珍しいと思いますけれども、まあね、めんどくさい、とか忘れちゃうとかっていうことでしてない人もね、いるかもしれません。まあ、そういう方がもし落としちゃって、とりあえずでも中見られちゃうとか、例えばなんかこうね、勝手にアプリをどんどん買われちゃうとかね、まあ、そういうような状況になるかもしれませんので、この後からパスワードをね、入れることができます。はい、今回はね、とりあえずテストということで、まあ、10101010という端末のね、パスワードをこれでね、設定してみたいと思います。これで次へ。パスワードは変更できないため、忘れないようにしましょうということですね。はい、それでね、あとメッセージや電話番号の追加、端末を見つけてくれた人にメッセージか連絡先の電話番号を残してくださいということで、ここに例えばですね、なくしちゃったんで、ここに電話をくださいとかね、そういうようなメッセージを入れることができます。ちょっと入れてみますね。はい、例えばね、見つけた方は連絡くださいと。で、ここはね、一応電話番号入れれば、折り返しの電話番号がかかってくるっていうようなね、設定にすることもできます。まあ、とりあえず、まあ、今回テストなんで、これでいってみたいと思います。これで端末を保護。はい、こっちの画面がね、一瞬暗くなって、ここに出てますね。見つけた方は連絡ください。で、デバイスを探すにロックされていますということですね。ということで、こちら側はどうなるかというと、はい、もう操作できないですね。基本的には他の操作ができないと。これは見れるみたいですね。一応ここでピンコードね、聞かれるようになりました。で、先ほど入れた、コードがね、ちゃんとなってるかというと、10101010でしたね。はい、これでね、こちらはロックできたのが分かったと思います。ちゃんとね、こちらで設定したパスワードがこちらにね、反映されているというのが分かったと思います。はい、あとはですね、端末データの消去というのがありますね。こちらはもう文字通り、こちらの端末のね、データをもう消去して、まあ、要は初期化してしまうという機能になります。ですね、例えば、まあ、場所はね、当然これで見れるということは分かっているわけなんですけれども、どうしても撮れない場所、まあ、なんかこう山奥とかでね、崖から落っことしたとか、見えるんだけど撮れないみたいなね、まあ、でも一応のことをね、万が一のことを考えてデータ消去しておいた方がいいだろうというね、シチュエーションであれば、まあ、これでね、データを消去して、クリアしてしまうというね、まあ、要は情報をね、自分の個人情報とかを漏らさないために、遠隔でリセットができるという機能になります。それではね、やってみたいと思います。データ消去。この端末のデータはすべて完全に消去されます。消去後は端末の位置を特定できなくなります。端末がオフラインの場合は、次にオンラインになった時に消去が開始されますということなので、例えば誰かがね、オフしてあっても、次に入れた時に立ち上がった瞬間に消去、ね、リセットが入るような形になります。はい、それではこれで端末の消去やってみましょう。はい、一応本人確認ということで、またここね、Google アカウントがね、出てきました。で、もちろん先ほどね、ログインした自分のアカウントが表示されています。はい、再度ね、パスワードが聞かれますので、入れていきたいと思います。はい、自分のね、アカウントとパスワードを入れました。これで次へ。はい、前後のね、データを消去しますということで、最後ね、確認がされています。で、一応こっちにもアラートが出てますね。で、消去。はい、データの消去が始まりましたね。はい、一応再起動がね、始まりました。はい、結構ね、時間かかりましたけれども、再起動してね、最初のね、言語選択の画面に移りました。ちなみに、じゃあこれ、このままね、セットアップしていこうとするとどうなるかというと、はい、それでね、実際再起動して立ち上がると、まあ、最終的にセットアップしていくと、前ね、Android が盗まれた時にどうなるかっていうね、動画で紹介させてもらったと同じように、このデバイスはリセットされました。続行するには、このデバイスで前に同期した Google アカウントでログインしてくださいということになりますので、やはりね、最初の持っていた人の Google アカウントがわからないと、まあ、ここからね、進めなくなってしまうので、基本的にはね、初期化をしてしまえば、
まあ、一応ね、中はクリアされて、まあ、一応使えなくなるという、ね、状況になります。はい、今回はね、Android をね、なくしてしまったときに、その、ね、場所を特定したり、あるいはパスワードをかけたり、あるいはもうデータを消去したりする、ね、機能ができる端末を探すっていう、ね、機能を紹介させていただきました。まあ、iPhone にも、ね、同じような、ね、機能がありますけれども、Android にもしっかりとした、ね、こういう機能が、ね、備わっています。あと途中で、ね、話しましたけれども、アカウントさえ分かれば場所が、ね、特定できるので、例えばお子さんの、ね、スマートフォンのアカウントを、ね、ちゃんと親御さんので管理されていれば、お子さんが、ね、ちょっと帰りが遅いなとか、ね、どこ行っちゃったのかなというときは、端末を探すことによってある程度、ね、お子さんの位置を確認するということが、ね、できると思います。はい、まあ、非常に、ね、便利な機能なので、まあ、知っておくと、ね、まあ、なくしたときにも便利じゃないかなと思います。はい、今回は以上です。